方は知ってるんだろう。溢れる雫は絶え間なく注がれた愛情の証で導かれるまま緩やかにそっと伝ってきたんだ。心から体へ、体は心へ、連なるいくつもの絡み合ったらせんの模様、その一つ一つに未来が見えたなら、眺めているこの空もほら宇宙に見える。どうしてどうして月はいつでも何も言わないで闇を照らしてるんだろう。僕らはどうしてどうして鼓動の数に限りがあるってのを知ってて無駄にしちゃうんだろう。胸に抱えてる器の大きさに価値を見出すんじゃなくて、その中にある熱望を再び最後の一つを